はい、お願いいたします、ね、でですね、はい、さあ今回1回目テーマは何にしようって考えてたんですよ、いろいろね。でもこういう、まあ、ありがたいことに1回目の質問で関数ワークシート関数の質問をしていただいたので、よし、じゃあ今回1回目のテーマはそういうお話をします。はい、関数、ね、まあ、あるいはセルの中に入れる数式っていうお話をしようと思います。実はですね、でもこの件って、あれはいつだったかな、こちらのスクールでがっつりやったことあるんですよ。はい、過去の授業にありますんでね。録画でありますからね。そう、ぜひそこを見ておいてください。うん、まあ、今日はね、そんなに長々とできませんし、今日、お話しする新しいお話もありますんで、まあ割と短めにというかな、エッセンスだけご紹介しようと思います。スライドの方を映していただけますか。数式、関数、わかるかな違い。数式っていうのはセルの中にイコールって入れるやつのことですよ。で、その中で使う、さっき言ったサムだとか、サンプロだとか、ね、いろんなのがあるわけです。マックスだ、アベレージだ、みんな大好き、VLOOKUP なんてのがあるわけですよ。ね、はい、で、まあ、こういった数式や関数、よろしいですか。ポイント一つだけ出しますからね。もうこれを忘れないでよ。数式とか関数っていうのは超絶難しいです。超難しいです。はい、難しいっていう自覚を持ってください。これ下にもちらっと書きましたけれどもね、いい ?VBA ってあるんですよ。実は Excel の中にはね、マクロってやつなんだけど、いやいや、そんなのよりもはるかに難しいです。一番難しいんですか？あ、そうです。一番難しいです。うん。大体両方できる人が大体ほとんどいないんだけど、はい、僕にとって両方できると、いやいや VBA なんか楽勝ですよ、本当に。関数の方がね、100倍難しいです。ね。だからまずは難しいんだって思ってください。さあ、じゃあその難しい関数、どうやって使っていこなしていくのかっていうポイントを一つだけご紹介しましょう。世の中から卒業をなくす。スクー。